ビルヘルム・シュヒターは、ドイツの指揮者、ボンに生まれる。ケル音楽院で、ヘルマン・アーベントロートに指揮を学んだ後、アーヘンやハンブルク、ベルリンなど、ドイツ国内で活動した。第二次世界大戦後、北西ドイツ放送交響楽団、北西ドイツフィルハーモニー還元楽団の常任指揮者となり、ベルリンフィルハーモニー還元楽団など各地への客演も行った。 1957年、カラヤンとベルリンフィルハーモニー管弦楽団の日本公演に副指揮者として初来日。これを契機として1959年、NHK 公共楽団の常任指揮者に就任。1962年、ドルトムント歌劇場の音楽総監督となる。1974年5月、練習中に脳出血を起こし、そのまま亡くなった。 シュヒターの NHK 交響楽団での功績といえば N 教を徹底的に鍛え上げ演奏能力を飛躍的に伸ばしたことにある。岩城博之曰くローゼンストックさんの何十倍も怖い人。岩城の弁を裏付けるかのようにシュヒターの指導は厳格に厳格を極め練習のみならず実演、果ては放送録音にまで究極の完璧さを求め続けた。厳格な練習は 蒸発した学院が出たなどという奇怪な噂までもたらすこともあったが、練習の回もあり、N 教の実力は目に見える形で向上した。その一種の結晶として、1960年には N 教初の世界一周演奏旅行が挙行された。もっとも技術向上に最大の貢献をしたシュヒターは、旅行には、ロンドンでの一回の演奏会とテレビ収録、ワシントン、 ニューヨークでの演奏会しか参加できなかった。これは日本人指揮者の方が売り上げがあるだろうし、目新しさもあるからという理由によるものとされる。なお、シュヒターは退任まで1回を除くすべての定期演奏会の式台に上がったが、病気で上がれなかった1回にシュヒターの代役で出演した富山は山田和夫以来10年ぶりに N 教の定期演奏会の式台に上がった。 日本人指揮者であった。また、リヒャルト・シュトラウスの英雄の生涯や、グスタフ・マーラーの公共曲第10番からアダージョを日本初演したのもシュヒターである。レコーディングは、エノ・京都のアール・シュトラウスのティリオイ・イレン・シュピーゲルの愉快なイタズラやマユズミ・トシローのネハン公共曲の他に、フィルハーモニア管弦楽団と何枚かのレコードを残している。また、ディートリ・ヒフィッシャー・ディスカウが、 初期にエレクトローラ及び HMV に行ったオペラーリアの録音でベルリン交響楽団を伴奏式している。映像は N 教、世界一周演奏旅行の際にロンドンの BBC スタジオで収録されたフレデリック・ショパンのピアノ競奏曲第1番や帰国演奏会でのタンホイザー助曲チャイコフスキーの交響曲第4番第4楽章。 送別演奏会でのブラームス、ハンガリー部局第5番、第6番のものが残っている。岩きが晩年に、エノキョウ・アワーに出演した際、カラヤンが副式者を連れてきたことはないのだがと、前置きした上で、お見合いのために連れてきたんじゃないかなと述べている。なお、カラヤンと、シュヒターとのつながりは、カラヤンのアーヘン時代から始まるとされる。ありがとうございます。